皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産、投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約。ここでね、この動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条を大きな画面でお読みください。 どこか一期一句でも承諾できないという方がいましたらこの動画の続きを見ることはできませんまた、えー、こ,のここに記載されている言葉が文章が理解できないという方もこの動画の続きを見ることはできません一期一句理解ができて全て承諾ができるという方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう ラインに登録してくださいね。令和元年五月七日火曜日。看護師さん草コイン。中野研究会。今日のですね、千葉県松戸市は朝はすごく晴れててね。気持ちよくて暑かったですね。今日はね、銀行行ってですね、朝一番で。う九、ん、時をめがけてね。八時から並んでましたよ。 はい、そしてまあ支払いとかね、あとは、えーあのえーまあ、私の会社からの支払いと、えー、お客さんからの、えー、振り込みね、えー、振り込み確認もしないときいないんでね、基調を全部してですね、えー、支払いをね、少しだけあったのでね、えー、銀行並んでました。 すごい混んでましたね、銀行ね。まあ僕は朝一番で行ったので空いてましたけど、あのー、自分がね、ATM で支払い、振り込み終わってからはね、後ろ向いたらすっごい並んでましたね。三菱 UFJ 銀行も、三井住友銀行もね、すっごい混んでる、案の定ですよ。10日ぶりですからね。まあ途中、空いてたんですけどね、ATM だけはね、えー。僕も途中1回だけ行きましたけど、あのー、 入金とかね出金とかできて、振り込みの予約もできたんですよね。ただ、実際に振り込みはできないと、うん。あの5月7日になっちゃいますよっていうことでしたから、やばい今日支払い漏れっていのいっぱいあるよね。年末あの月末結晶、決勝支払い漏れで、あ、やばいやばいって言ってね。それで、会社も休み,だ休みだった会社多いから、きょう出社してね、1番で振り込んだと。 いいいうことだとだ思まますすごい並んでましたね、はい、私はね、朝一番で行って、本当良かったなと思います。で、今はねあの、雲がね、すごく増えてきちゃって、今にも雨が降りそうですね、はい。空気も冷たくなってきちゃいました。それでは行ってみましょう。本日のお題ですが、えー、今日のドル円仮想通貨マーケット分析です。えー、ビットコイン、年収で高値になりましたね。案の定ですね。 えー、未来から来た男、ジョン・タイターの、えー、日本人版、中野裕二ですからね。まあ、私は、あの、少し未来わかるのね実はね。<laughs> ずるいけどね。まあ、そういうあの、そういう組織にいるからね。はい、まあ、いいんだけど、そんなの。少しだけね、<laughs> 昔は、ちょっとしかわかんなかったけどね。 今は1日2日ぐらいだったらわか,かるくらいになったんだよね。で、イーサリアムの先物が承認決定で10%以上,以上の爆上げ開始ということでね、なんか今日朝からビあのイーサリアム爆上げしてんなと思って、なんなんだろうなと。ビットコインも少し上がってるんですよね。はい、あのー、4.36%か。ビットフライヤーによると、えー、今ね、時、午後の2時22分現在4.36%ですが、 イーサリアムが10.20%上がってるんですよねな。なんなんだろうなと朝からすごい上がってるからねで。ちょっと見てみましょうか。イーサリアムにつきましてはね、ちょっとね、いろいろ情報あるんですが、イーサリアムにつきましては、あれですね、先物ですね。ちょっと待ってね。まずは財布ですね。財布のビットコイン。 ああ、上かりましたね。ここのラインクリアしましたね。64万4千円、5千円。64万5千円のラインクリアして、一時65万8千円までいっちゃいましたね、やっぱり。まあ、アメリカ人も買ったんだろうけど、朝、これ朝の、時間重要だからね、これ。朝11時だから、日本人買ったんじゃないですか、これ朝1番で9時に入金して、そこから家帰ってきて、 まあ、あとネットバンキングでね、入金して、えー、すぐにビットコイン買ったと。個人投資家がね、それで上がったんでしょうね、これね。うん、で、ちょっと、えー、理学する人いるから少しだけ押しましたけど、また上がってますね、えー。午後になってやっぱり買う人がいるから、もう65万、65万安定しちゃったから、これ、やっぱ70万いくんじゃないですか、今週、中とか来週とかにね。あの、 悔しいね。ここまで高くなるとね。<laughs> ここまでく高くなると悔しいですね。さすがにね。これ一般紙ですけどね。一般紙見てもしょうがないから。うーん。いやー、上がってきましたね。またこれ五分足ですけどね。ビットコインで5分足なんてめったに見ないですけど。上がってますね。悔しいですね。まあ、5分足見てもしょうがないですけどね。冷やし見てみましょうか。 いやー今日はボコンと上がっちゃいましたね。ボコンとスコーンって陽線出て <laughs> まあ 70, 70万円来ますね。これ70万円来るとねもう私たち出川組っていうのかな出川組とかその前の人とか出川組にとってみたら70万円でまずはホッとするわけですよ。元戻ったなと。で、70万いったらプラスアルファ突っ込んじゃうってことでね80万円すぐ行きますよ。80万。 そして90万いって100万いくでしょう。80万いったら100万いくから。いろんな人が入ってくるから。企業とかね。で、80万いったら、あ、100万いったら120万。120万いったらもう140万。180万、200万いっちゃうんですよ。だからね、あれよ、あれよともう買えない存在になっちゃうから。200万、220万、240万。で、未知の領域。 250万、260万、280万、300万。マジって。マジって。本当に行くのと。400万、500万と。で、これ、ここでね、もうこんな高くなっちゃって、65万になっちゃってね。あこんなも買えねえや。て、バカバカしいや。どうせ落ちるからいいや。って見てるじゃないですか。で、落ち目。 えー、おしめ待ちにおしめなしと言われる通りですね。これ業界の格言ですけれども、金融業界の、相場業界の格言ですが、おしめを待ってたらおしめないんですよ。で、じゃあいつ,今いつ買うの今でしょうということなんですね。どう落ちて少し落ちたってね、土作上がるから。えー、それで、眠 <laughs> も少し戻しましたちょっとだけだけどね、眠はちょっと早く起きろって感じだね。 はい、早くお前、起きろって感じですね。モナちゃんは、モナちゃん、これ冷やしにしてみようかな。モナちゃんは、ちょっとこれからか。これからだな。ちょっとな。財布で漏えいしてね、ちょっと辛い状況が続いたけどね。まあ、これからですね。ビットコインキャッシュ。<coughs> 冷やしにしてみましょうか。 ビットコインキャッシュはビットコインの友達なんでね、まあ、兄弟なんで、まあ、非常に良い,い状況ですね。1時50万円もなりましたからね。はい。3万2000円超えなんでね、いいと思います。はい。で、サリアムですね。やっぱ噂のさ、イーサリアムなんですが、これ今日爆上げしてるじゃないですか、これ。窓開けて爆上げしてるからね。うん。 何があったのって言われたらさっきの言った通りですね。まあ、後でニュース説明しますが、この爆上げですよ。うーん、これ冷やしか。この爆上げです。冷やしじゃないですね。時間足ですね。1時間足ですね。爆の、あ、これ爆ですよね。で、ちょっと、今、理確組がいるんだけど、これ上がっちゃうだろうね。またね。まあ、2万円超えをちょっと意識してますね。やっぱね。まあ、1年2万、 余裕で超えてましたからね、2万800円とか言ってますから、まあ、全然余裕で2万いくし、まあ、私たち出川組からしてみればね、えー、イーサリアムなんて10万円とか12万円堂々としてありましたから、こんな2万1万8000円とか、えー、なんでそんなイーサリアム先生がそんな安くなっちゃってんのと、イーサリアム王子がね、なんでそんな安いのと、ふざけんじゃねえよと。うん そんな安いんだったら、あのー、お買い求めさせていただこうじゃないかと。まあ、そういうことになりますよね。で、ビットバンクもですね、60、ビットコイン、ビットバンクのビットコインも65万円堂々と言ってますね。落ちる気配ないよ、もうビットコインは。うん、なぜかというと、アメリカがね、はい、全国民に対してですね、ビットコインは買っとけと。うん、まあ、そりゃそうだよね。アメリカのさ、ETF 承認するって するって言ったら馬鹿げするの分かってるから、それをいち早く誰に伝えたいかって言ったら、トランプ大統領としては我が国民だよね。うん、アメリカ人だよね。アメリカ人に儲けさせて、うん、だって外国人に儲けさせてどうするのって話だもんね。で、みんなアメリカ頼りじゃないですか。日本だって、中国だって、韓国だって。仮想通貨、ビットコインの値段が上がるのは、ビットコイン ETF の承認以外何もないじゃないですか。 でその ETF の承認はどこかって言ったらアメリカなんだからセックとかねシカゴとかなんだから結局アメリカ頼りなんですよトランプ大統領頼りなんですよでその,あのアメリカにねおんぶに抱っこしてるえ世界中の仮想通貨投資家がね儲かってずるいよとまずはアメリカ人儲かんないとダメだろっていうことで、まあ、トランプさんがね多分多分トラ,トランプさんだと思うんだけど アメリカ人にビットコイン買わせろと。うん、それで CM 流せってことですよね。うん。リップはちょっと弱いね。ちょっと今見てますけど、リップ弱いですね。なんか政治的に何かあるでしょうね。ビットコインはもむちゃくちゃ強いです。70万余裕でつくでしょう、こんなんだって。陽線、垂直だもんねロケ。ロケットだもんね、これ。陽線、これなんロケットじゃん、これ。で、また上がってきちゃってるんじゃないですか。 はあ、無理ですね、これ。はい。だから、早くしないと、あ,のあなた、億万長お金欲しいんですか、億万長者になりたいんですか、それともまた、あの1年、1年間、ひもじい思いするんですかと、そういうことを言いたいですよね。はい。で、これ,これがですね、あの、えー、これはですね、コインポストさんなんですけど、これがアメリカですね。 えー、この見出しが、ね、仮想通貨 CM を全米放送と米投資会社、えー、グレイスケール社が仮想通貨普及の投資の普及を目的したテレビ CM を全米で放送する金ではなく仮想通貨はポートフォリオにと呼びかけるなどデジタル、えー、ゴールドと見るビットコインなどの仮想通貨の未来を訴えかける内容になっているということで、ね、こ, <coughs> ここにですね アメリカは全米でね流れているビットコインの CM の内容が動画、これを押すとね動画で見ることができます。はいえー、仮想通貨 CM を全米放送。アメリカに拠点を置く世界大手投資会社グレースケール社がテレビコマーシャルを全米で放送し、ゴールドではなく仮想通貨をポートフォリオにと呼びかけた。全米でテレビ CM が流れることで仮想通貨に対する認知度や関心向上につながる事例となりそうだ。 今でこそ日本で仮想通貨の投資を大々的に宣伝する CM に対する規制が入りつつあるが過去の日本の事例を見ても CM の影響が大きいと見られていると。まあこれはあれですよアメリカが CM やってるでしょ今それで今月の末にですね20何日かな、えっと、ビットコイン ET f が承認されてばっげじゃないですか10倍ぐらいになるじゃないですかアメリカ人 まあ半分ぐらいのアメリカ人を、ね、ビットコイン買った人は爆儲けでしょう、まあ、それで個人消費が増えてでアメリカ経済また大復活しちゃってねでドル円もまた急上昇するのからわからないけれども多分上にレレンジブレイク5年に一度の、ね、レンジブレイクはロングでしょうね買いでしょうね。で爆裂して 1>, 1ドル140円、ひょっとしたら150円時代が来ると、はい <laughs> マジかよと。で、まあ、強いアメリカを復活させて、トランプ大統領、まあ、第2期目もですね当選するというシナリオですね、これね、ホワイトハウスのシナリオが見え見えです。はいまあ、とにかく所得倍増しないと、アメリカ人一人一人の所得が倍増しないと、1票が入らないですからね。 それを現実化するためにあ、ビットコインちょうどいいじゃねえかやと、はいそういう。はい。そういうことでございます。もうセックに圧力をかけて精進しようって言ってね、トランプ大統領がね。はい。グレース・ケール社は仮想通貨投資の普及を目的としたドロップゴールドキャンペーンを実施、その一環としてテレビ CM を放送する日程は本日で開始するというと。えー、その CM 内容内では、なぜ未だにゴールドに投資するのデジタル世界の中で ゴールドをポートフォリオにするべきではない。ビットコインのような仮想通貨に未来があるからだという、なぜ、いまだにゴールドに投資するのというね、ハテナマークということで、えー、これはね、日本のブログの先駆者、ブロガーの先駆者、はやとさん、はやさんね、そっくりですね、これ。と語りかけており、デジタルゴールドと見るビットコインなどの仮想通貨の未来を訴えかける内容とな,なっている、業界人も反応を見せており、 モルガンクリークデジタル社の CEO を務める人、社長は、ゴールドでなくビットコインよとツイッター上でコメントしているということでですね、これはどこで見られるかというとですね、えー、まあちょっと前ですね、だから、えー、これ4番目だね、4番目、4番目ですね、4番目のここですね、 5月2日の記事ですね。5月2日の記事。コインポストの5月2日の記事になります。はい。それでね、えー、あれ見てみようかな。<coughs> コインマーケットキャップね。ちょっと、あの、長くこれはね、開いてられないんですよ。ちょっとウイルスに感染、感染してしまうからね、あのウイルスとかマイニングに感染するんですよね。長く開いてられないもんですが、 はい世界金額でビットコインが65万7574円と。もう上げに上げてますね。で、サリアムですね。10.08%ですね。で、リップラ33円82で一応弱いですね。ただ2.28%上がってると。はいあの。こんな感じですね。はい。で、ちょっと、あの、お決まりのちょっとあれやってみましょうか。全てを見るってやつね。 それで、えっと、ちょっと仮想、このニュースのですね、トップ見たいんですが、ちょっと待って、トップっていうか、トップページ見ようか。これですね、イーサリアム先物承認される可能性は高いと、米の CFTC 交換が明かしちゃったんだね。これ喋っちゃダメでしょ、こういうの。なんでこういうの喋っちゃうんだろうね。 喋るから上がっちゃうんじゃないですか。こう金融ダメですよ。口滑ったらね。はい。で、これ7日間押しときます。そして楽しみにこっちを見とくと。匿名を希望する米 CFTC の交換が、匿名ですね。今後イーサリアムの先物商品、取引商品が認可される可能性は高いと発言。これまで先行き不透明だった時価総額に通貨のデリバティブ商品に関する前向きな見解を受け。 イーサリアム価格もプラス10%の上昇を見せているということですねビットコイン先物はシカゴで上場してますけれども、まあ、イーサリアムも先物上場されるということですねまあその他リップルとか、ね、ノアコインとかも先物上場される可能性は非常に高いということですねまあ全ての仮想通貨さ 2000, 2000種類以上あるからそれは無理だけどまああの、まあ、信頼と実績のあるコインだけですね、まあ、イーサリアム信頼性あるからね 大丈夫だと思います。あと、リップ、リップ、どうなのかな政治的な思惑があるからちょっと難しいかもしれないね。はい。来ました。ルナコインが1677%アップしてますね。この1週間でね。はい。ジャパンコンテント。258%アップね。はい。というわけで、草コインもですね、今ね、草コインはね、熊本ね、熊本にお住まいの消費屋さんがね、 えー、中野第一法則と中野第二法則を使ってですね、えー、草コイン、えー、これから価格が上がるであろう有望草コインのね、リストを作ってますよ。エクセルでね。で、それ欲しい人はまた私までね、LINE を送っていただければ、まあ、そのリストぐらいは無料で送ろうかなとも、思います。まあ、あの、秘書平さんが作ってくれてね、あの、朝までね、寝,寝ずに毎、毎晩作ってくれてるんでね。 中野研究会の人には結構ほぼ毎日のように配布されてるんですけどね今日の有木作コインってやつだねそれはあのエクセル表できちんと計算して理論に基づいてやってますからね確率論とかにね持ってやってますはいあとドミナンスが上がってきてるという話ですねビットコインドミナンスビットコインの全体の、えー、あそうだ上がってなね。右肩上がりになってるねビットコイン強いですねビットコインビットコイン 仮想通貨の投資額の全体の中のビットコインの割合ですよね。ドミナンスっていうのはね。ああ自家総額全体の中の、えー、ビットコインの割合。が今55%を超えてるんですよね。55.7%なんでね。で、頂上場してる仮想通貨、コインの数は2156個。取引所仮想通貨取引所は世界全体で18,126もあると。とんでもない。自家総額は20、 20兆863億円になりましたということですね。はい。で、これいいかなもう消そうか。怖いからね、ちょっとね。そうですね。あと、他にはですね、重要。イーサリアムの、まあ、さこういう情報はやっぱり、匿名でね、垂れ流ししないでほしいよね、まあ。上がっちゃうから、そういうの。上がっちゃうからね。 はい。あとちょっと話したかったのは、この米フィデリティが機関投資家向けのビットコイン取引を開始すると、数週間以内の指導しさということなので、えー、っと、仮想通貨カストディなどを提供する米国の大手金融機関フィ,フィデリティが今後数週間以内で 基幹投資家を対象に仮想通貨の OTC 取引などのサービスを開始することが分かったってことは、やっぱりビットコイン ETF が承認されるんだろうね、これね。うん、これでも確かになっちゃったね。う,ん,うん。そうだね、もう、こういうのてバレちゃうよね、全部ね。うん、これ、まあ大手、まあ日本で言えば三菱 UFJ 銀行みたいなとこだよね。 とか野村証券みたいなところですよね。こういうところが、えー、ビットコイン <laughs> をきちんとその <laughs> 商品として販売するということですよね、まあ。投資対象とするということだよね。もちろんこれはあのレバレッジかけられるようになってると思いますよ。証拠金取引でね。はあ、いよいよ来ましたね。仮想通貨ね。長かったですね。1年以上かかりましたね。もう去年の1月に。 えー、コインチェックがね、えー、ローエル事件を起こして、仮想通貨全体の信頼が揺いでね、一気にしぼんでしまいましたけどね、マーケットがね、続け,続けてて本当に良かったかなと思います。本当にね、うん、涙出てきますね。これは今朝、今朝のニュースですね、5月7日の9時32分の最新ニュースですね、ベフィリディティが機関投資家向けのビットコイン取引開始だと。 数週間以内の指導者ってことで、これ情報漏れてますね、もうね。イーサリアムの先物が承認される可能性が高い。もう全部漏れてるんだ、これね。うん。いや、良かったですね。本当に良かったと思います。嬉しいですね。はいはい。ということで、干渉に浸ってる場合じゃなくてですね、今日の日経なんですが、 ちょっと見,見てみますか。日経均が下がってんだよね。マイナス367円42銭。これなんでこんな下がってんのえっと、このね、朝一番はね、40円ぐらいのマイナスだったんですよ。で、まあ、大したことないなと。えっと、北朝鮮がミサイル発射して下がるかなと思ったし、えー、トランプ大統領のツイ,ツイートでね、えっと、 中国に対しての関税を10%から25%にするっていう情報が流れて、やばいなと思ったんですけど、昨日のニューヨークダウがね、そうでもなかったんですよ、だんだん幅を縮小して、結局、マイナス66ドル47銭で7セントで終わったわけでございますから、これね、だから、今日の日経はね、全然大丈夫だ、ビクともしねえだろうと思ったんですよ。 そしたら、あの女、朝1番ビクともしなかったんでね、マイナス4十ぐらいだったんですよ、これね。えー、あ、いや、もう、うんマイナス、もうちょっとあるかな、マイナス8典ぐらいかな。それがあれよ、あれよ、と、5番になって落っこってきて。ええー、マイナス376円ってめちゃくちゃでかいですよ、これ。ちょっとやばいっすね。ちょっとまずいんですね。 で、アメリカドル、ドル円、ーすっげえ下がったんですね、これ。ちょっと待って、これ1ヶ月か。はい、ドル円、まあ、63だからあんまり下がってないですね。それで、じゃあ次にですね、あ次に、ちょっと、ドル円の方行ってみましょうか。まあ、とにかくビットコイン ETF が承認されることが間違いなさそうですね。じゃあこれは、あくまで私の推論だからね、この動画の内容、そして私の 話している内容ですね。えー、投資目的、投資の材料に使わないでくださいよ。より一切ね。はい。一切使ったらダメですよ。責任は負えません。投資は自己責任ですからね。これ、おわン型になっているので下がる可能性があるけれども、えー、今日からね、開始する、えー、ロンドン市場では上がるのでね。まあ、ここでショート入れたとしても上がっちゃうからね。 だからやっぱり窓い梅、甘い梅来るんじゃないですか、これ。ここの窓梅、窓梅にね。うん、これずっと上がっていくんじゃないですか、これ。大した、大した金額じゃないでしょ、ここからここまでが。46.5だから、はい、これ下がると思うでしょ、みんな。上がるんだよね、これがね。はい、未来から来たジョン・タイタイこと、中根裕二ですからね。はい、上がるでしょうね、これで、ね。大丈夫でしょうね。 下がるんだったらもっと早く下がってますから。はい。大丈夫ですね。朝からどのぐらい下がったんだろうな、これ。まあ、案の定、ちょっと中値上がりましたね。10日も休んでるんで、今日ドル買いたいっていう企業があったんだと思いますね。うん。中値上がったんですよね、これね。これ時間がちょっとわかんないんでね。うん。でも下がっちゃいましたね。 はいこれドル円ですね、このちょっと日本時間は全然動かないですね。はいはいはい、それと、あとこれ、D カレット、皆さん、登録した、あの口座開いといた方がいいですよ、D カレットは。これ、あの日本の、うん、仮想通貨仮想通貨の取引所の一番大きいところですね、一番大きくなろうとしているところですね。こんな会社いっぱい集めちゃっていい、伊藤忠とかね、JR とか。 で、これでビットコインとかイーサリアムとかね、仮想通貨を、えー、日本円に変えてね、えー、それをですね、えー、日本全国のスイカ、まあ、コンビニとかね、レストランとかで使える、えー、使えるようにするということですからね。JR 東日本が入ってるの大きいよね。あと他にもいっぱい入ってるし、三菱 UFJ 銀行も入ってるし、三井住友銀行も入ってるから、だからいろんなの入っちゃってるよね、これ、ヤマトホールディングスとか言うよね。 で、一番下にドーンって電通があるでしょ。D カレットの D は電通の D だからね。で、これ、まあ、日銀がつ、日銀が潰れて今度電通になるって話だからね。そんなことねえだろうと。そんなことあるわけねえだろうと。電通がね、金融機関になるわけねえだろうと。そのね、まさか、もう180世の中にひっくり返ることが令和ですからね、今。令和ですからね。 平成から令和に変わったんですからね。何があってもおかしくないんですよ。日銀の機能を電通が引き継ぐということでね、まさかこうなるとは思いませんでした。はい。あの、未来から来た男、ジョン・タイタブと中野雄二ですからね。ここの講座は開いておいた方がいいですね。はい、ここが何をしでかすか。はい。あのー、結局、まあ、トランプ大統領がね、今、アメリカ国民一人一人にビットコインを買わせて、 で所得を倍増させると、まあ預金を倍増させると、でそうすると一人一人さ500万でも1000万でも儲かればね、まあそれをまた使うじゃないですか、アメリカ人って、ばーって、何も考えずにね、あと先考えずに、ばーって使うと、GDP めちゃくちゃ上がるんですよね、あの消費がすごい上,上がるし、雇用も上がるしね、うーん、だからそれでね、もうないとこ何もないところからお金を生み出してるわけですから。 だから、やっぱりアメリカのホワイトハウスがやることはダイナミックですよね。そしてですね、えー、っと、まあでいいか、その次だね、はいまああの、2番目は日本でいいよという,ような感じで言われてるからねで日本、2番目どうするかというと、まあ、電通がここまで用意しててです、ねえー、このビットコインが、ね、爆上げして、えー、650万から。 620万からね、2400万まで上がると、えーあ。今62万だけどね、62万から620万いって、そこから2400万まで徐々に上がっていっちゃうと。その中で、えー、その徐々に上がる中では、日本、えー、利益取っていいよってことなんですよね。だから日本人も利益を取って、所得倍増計画やれということを、まずはアメリカだと。その次日本でいいよということなんで、 その、あのー、企画運営を、で、まあ、電通がやるということなんですよね。か日本人、あの、CM ね、始まるからね、えー、っと、6月、7月ぐらいからね。6月、7月ぐらいから、電通、まあ、電通だからね。テレビ CM の、<laughs> テレビ CM のトップ中のトップは電通だからね。電通が、テレビ CM 始めるから、ビットコインとかイ、イーサリアムとか、リップルとかね。 その時はもう出川、出川使わないから、出川使わないから絶対にもう本当に、もう少しね、真面目な人を芸能人使ってですね、信頼と格式のあるですね仮想通貨というイメージを植え付けるということで、今から持ってた人だけが儲かるということですね。その時、6月、7月からビットコイン買った人も儲かりますけどね。ただ今、ああ、ちょっと、むちゃくちゃ上がってますね。65万2000になっちゃったじゃないですか。 1言っちゃって申し訳ないですけれども、あ、これはビットバンキャッシュですが、うわぁ押し目つけたと思ったら何ですか、この上げは。何なんですあ、これは違うか冷やしだからいいのか。えー、1時間足、で上がってますね、やっぱりね。上がってますね。上がり始めちゃいましたね。これですね。えー、65万3305円ですね。ビットバンクで。 えー、財布だとですね、65万1520円ですね。はい、もう何も言えません。何も言えねえって感じですね。本当と嬉しい限りです。はい、あと言い残したことはというとですね、まあ、コインチェック事件の、えー、犯人がひょっとしたら北朝鮮なんじゃないかっていう国連 の報告書があるんですが、まあ、これちょっとわかんないよね、どこだかね、本当にね。毎日新聞が報道してますけれども、まあ、セキュリティ対策が弱かった、コインチェックも悪かったかなっていうことですね。まあ、IT 業界ではそういうふうに言われちゃうんだよね、どうしてもね。盗んだ人方が悪いだろうと、それはそうなんだけど、まあ、盗まれる方も悪いと。まあ、一応裁判の判例でね、 ウイルス対策ソフトを入れてないで盗まれたら、それは盗まれた方が悪いってことになっちゃってるから、はい、だからそういうことですね。裁判の判例でそうなっても、法律もそうなってますよ。はい、ということでですね、あとね、あのー、中野研究会でですね、ニューヨークにお住まいの日本人、日本の男性の方からの、えーまあ、情報、まあ、情報っていうか、未来アイディアなんですけども、あれみたいですよ、なんか、あアメリカとか日本とかね、 えー、まあ、ちょっとこれ、あの、ちょっと未確認情報なんで言っていいのかどうかわからないですが、知りたい人いますか知りたい人。知りたい人いますかどうやらですね、あの、今、えー、腕の中に IC チップを埋め込むっていうね、アメリカ人埋め込まなくちゃいけない法律ができてるわけですよ。オバマ、オバマケアの中でね。それ、まあ、とか世界中の人が、日本人も含めてね、y o u t u b e もよくやってますが、 えー、手のひらの中に IC チップ、手のひら、IC チップ、埋め込みをしないといけない法律がですね、えー、はい、あのー、法律ができつつあるんだよね。で、これはまあ、あのー、法律、法律ができつつあるんだね。皆さん、本当かよと。 はい、あのまあスウェーデンとかもねこれはもうあの国単位のですね方策じゃなくて全世界の方策なんですよねこういう IC チップそれでまああの玄関の鍵とかガチャッてやったりね車なんかももう腕の中に IC チップがないと運転できないよっていうふうになっちゃうしもちろん JR 東日本 JR なんかも絡んじゃってね jr なんかもから絡んでてですね、えー、体内に IC チップを埋め込んでない人は、えー、っと、電車にも乗れなければ飛行機にも乗りませんよって、まあこれセキュリティ上のも題もあるからね、はいま、でこ怖えよな、<laughs> 怖いよな、だからスマホをかざしてじゃなくて腕かざしてって言って、それで。 うんスウェーデンなんかもやってるし、アメリカもやってるし、日本でもやっぱやってるんだよね。で、YouTube もで、YouTuber もですね、何人かの人は IC チップを、IC チップを埋め込んできましたっていうね、えー、人がいますよね。はい、悪魔崇拝っていう人もいますが、マイクロチップを まあ、IC チップですよね。埋め込むんですけど、これはね、オバマケアでですね、あの、こっそりアメリカで法制化しちゃってですね、二千何,、えー、何十年、まあ、二千何十年、二千二十何年までにですね、全アメリカ人は、えー、腕の中に IC チップ埋め込まないと、もう非国民になるよと。まあ、いわゆる国籍、国籍っていうかさ、まあ、社会保障番号渡さないよと。 年金支払わないよとか、健康保険、アメリカ健康保険使えない人もいっぱいいるけど、えー、っと、まあ、そういうことなんですよね。で、まあ、日本人ももう、あれ、戸籍渡さないよと。免許証も発行しないしね。えー、っと、まあ、仕事も就職もできないよってことになるらしいんだけど、なんでこんなことになっちゃったのかということですよね。まるで、まあ、映画の世界のね、話がもう、えっ もう来たのと。もう来たのと。怖いなーって感じですよね。なんでこんなことになっちゃったのかっていうことですよね。それでまあ人権団体はもう当然拒否してるし、反発してるしね。私たちなんかもう嫌でしょう。うーん。体内スイカで乗り放題スウェーデンの鉄道が新,、えー、新システム <laughs> 体内スイカって、<laughs> i c 一部のことね。だから、あのー、まあ、 それでねニューヨークにお住まいのですね中野研究会の人のアイディアによると、アイディアというかまあ、未来予測によると、ですね嫌、えーまあ、でしょ、これ体内に IC チップ、まあ体内というか手のひらの親指と人差し指の間につふわふわしたところあるでしょ、これ肉がたるんでいるところあるでしょ、そこにマイクロチップ埋め込むわけですよ、その、えー、風邪薬のさ、えー、薬のよね、あの 埋め込むわけですよこう,こういうやつよね、こういうやつを。うん、こ,れでこれをですね、埋め込んだ人は、えー、最低保障制度、なんていうんだっけや、ねえーお、お仕事につけない人は毎月、えー、20万な二20万、30万な三30万もらえるっていうですね、えー、あれなんていうんでしたっけ、ね、あれの。こういう、こういうやつですね、こういう,こう,いうチップをね、埋め込むわけですよ、はいで。なぜこうなってるかというと、もちろん犯罪者をね、えー、隔離するっていうのもありますよね。 電車に乗れない、飛行機に乗れない、えー、そして、まあ、どっかねゲートを通過するごとに、まあ、人間をスキャンしていくと、まあ、顔認証スキャンなんかもあるけど、もっとね確実に全世界の人の ID が違うからこれ、マイナンバーみたいになってるからね、ここにマイナンバーが入るわけです、日本だったらね。で日本のマイナンバーっていうのは10個人だと12桁なんだけども、これは全世界の 社会保障番号と違うものの番号になってるからね。で、これでですね、えー、例えば外国で飛行機に飛行,機で行くときは、これで、まあ、搭乗ゲート取るでしょ、ビビーとか金属探知機取るでしょ、あそこでこの IC がスキャンされてですね、まあ、パスポートを偽造されてても、この IC は偽造されてないということになるわけですよね。で、こんなマイクロチップなんてね、腕の中入ってるから、こう勝手に自分で取り出してね、 あの他人のものに入れられるじゃんっていう話もあるかもしれないけどあとは顔認証ですよねとか指紋認証のような生体認証あと交際認証とかの生体認証データもこんなのが入ってるわけですよだから取り出して書いたとしても顔が違うじゃないか瞳が違うじゃないか指紋が違うじゃないかっていうことで、まあ、海外にはもちろん行けないし車も運転できないし、はい、ほんでまあ JR 東日本としては やっぱりあの電車、車両、電車テロを恐れてるわけですよね。山手線での電車の中の、えー、自爆テロ、あとはあれですね、東京オリンピックでのテロですね、自爆テロ、あとは、えー、新幹線のテロ、飛行機内でのテロを恐れてるわけですよ。それで、えー、個人にマイクロチップ入り1ま円と。 結局、顔認証をって言ったって、何十万、何まあ、世界中、何億人いるからね、その中から一人探すのって、やっぱりどんなにスーパーコンピューターを用いても無理なんですよ。だから、ID が必要なんだよね ID があって、それに顔,を顔認証データを押し当てれば、ID から紐付いた顔データを持ってくるだけだから、1対1認証ができるわけ、1対 L 認証っていうのは、現実的に難しいですよ。 はい、あのスタジアムとかでやるのはね、無理なんで、ID が必要だから埋め込んじゃうと、法律的にね。で、これ埋め込んだ人は、えー、毎月ね、最低保証金額をもらえるということですね。な,なんていうんですか、あれ、えー、ちょっと今、検索しますけれども、よかったですね。保償、最低保証制度って、なんていうんだっけ、 フランチャイズじゃなくて、最低、<laughs> 生活ですね。あ、ベーシックインカムですね。はい。ベーシックインカムがもらえるということに、えー、まあ、アメリカとかね、日本とかなりそうです。まあ、嫌、えー、ですね。嫌ですね。えー、もう人権、人権か、か完全無視ですからね。うーん。どうなるんですかね。はい。 ちょっと映像だけ見てみましょうか画像でですね体内の IC チップの埋め込みっていうのはもう世界的に進んでるわけですねあそれで誰がどんな病気持ってるとかね 病気持ってるとか犯罪歴とかね、まあ、犯罪歴があるからって別にね、行動が制限されるわけじゃないですけども、執行要中とかね、えー、は制限されますけどね、はい、こういうチップですね、これがですね、まあ、あとはあれ、もちろんあの兵士、まあ、自衛隊とかね、海外だったら兵士ですよね、<coughs> 兵士だったら、うん、まあ、これ入れることによってですね、 まあ、いろいろちょっとお待ちくださいね。はい、すいません。はい。ということでね、えー、っと、最後にちょっとね、あのーまあ、未来はね、ねビットコインで億万長者になるっていうですね、あの素晴らしい世界だけじゃない話までしてしまいましたが、まあ結局ですね、あのー、まあ、テロの撲滅と、そのね、中東とか、まあいろいろね、テロの撲滅、 まあテロリストを、まあ、世界に移動させなければ、まあ、アメリカに侵入させなければとかね日本に入れさせなければまああのー、自爆テロなんか起,きらな起こらないっていうまあことなんでしょうねまあただこうね体内のだからあ頭のね例えば頭の中に埋め込んじゃうとかすれば個人では取れないですから、うん、そうすればいいんだけどこれ 手ののひらのここら辺に入れただけではね、こういう、こ怖い、これも怖いけどね、嫌だけどね、ここにしこりみてえなんじゃねえかよと。これ、病気になんないのこれ。うん、まあ誰がどこにいるかっていうのは全て分かっちゃうもんね、これでね。で、ほら、あの、2020年から 5G になるでしょう。スマホの電波が。今、4G、4G だけどさ、4G だけど、 これから 5G になるじゃない。5G になるとどういう世界になるかというと、誰がどこにいるかすべてわかるわけですよ。はい、日本のまあ公安というか、ね、あと CIA とかがさ、全世界に70億人じゃないあのスマホ持ってる人がさ、全部誰がどこにいるかすべてわかるわけですよ。5G になると。でただ、スマホ持ってない人どうしようかって話になったから、じゃあこれチップ埋め込んじゃうって話ですよ。 でチップ埋め込んじゃえば、スマホ持ってても持ってなくてもどこにいるかわかると、ね。トイレにいるのかどこにいるかわかっちゃうよと、まあ。そうしたいわけだよね。世界を全人類を管理したいわけですよね。はい。5G は危険ですけど、もしょうがないよね。もう僕たちが決められるわけじゃないんだから。で、5G の応用事例として全国民を把握しようと。 まあ、それはまあ、あの、あれですよね。人が今どこで混み合ってるかっていうのも全部把握できるし、ええー、怖いね。本当にね。本当に。これまあ、ただ、ね、飛行機事故とかさ、電車の事故、特に電車の事故なんかあった時に、誰が乗ってたかなっていうのは正確な把握をこれでできるわけですからね。まあ、それはそれで探してもらえるからいいかなと思いますけれども、はい。あとはまあ、人さらいにあったとかね。 うんなんか交通事故にあった時にね、あ心肺停止してると。これ、ここに、ね、体内に埋め込んでるから、えー、血流とかが分かるわけですよね。血,血圧とかが分かるから、血圧低下だと。心肺停止だということをこれでね、5G で、えー、電波で受信してですね、えー、どこに倒れてんだというのも全部分かるからね、森林に伏せられたとかね、えー、どこでひき逃げにあったとかでも全部 5G の世界になると分かると。 いいうことでござまますよね、まあそういうビジネスがさなんな怖いよね。こんなのガラスでできてるからさ割れちゃったらなんかガラスの破片が取れそうもないね。手のひらからね。まあ、そういうの嫌ですね。本当に。まに、あ。こうやってなんか企業の扉、手をかざすだけで開くから便利だよなんて言うけどね。まあもちろんさ D カレント D カレントコーンは IC チップを腕に 手のひらに埋め込んだらビットコイン安く買えるよとかやっちゃったら嫌ですね。でもちろん JR 東日本ね、まあ、スイカを友達間とかさ、家族間で使いましてね、飽きせルている人が多いから一人一人チップを入れてね、これからはスイカなんかいらねえと、手のひらスイカだということ、手のひらを、えー、駅の、ね、改札口にかざせばビビって入れるということですね。あとはコンビニでね、レジにですね、手のひらをかざせば お金が支払えると、いうことになりますから、まあ、手のひらにね、チップが入ってるか入ってないかで、えー、まあ、国民を選別していくと。入っていれば、えー、高級取りの、まあ、高級取りじゃなければ、最低保障制度のね、ベーシックインカムを支払うよと。いうような動きがな、なかありそうで、まあ、未来から来た男、ジョン体体こと中野友人ですからね、まあ、あのー、 はい引っかからない程度に、えー、引っかかる情報公開制度に引っかからない程度に、えーね、皆さんにはいち早くお伝えしているということですね。あとは、この先、詳しく知りたい方は、ですね非公,開、えー、非公開ライブのですね、えー、中野研究会にご加入いただければと思います。ご加入方法はですね、えー、私の動画のですね、一番最新版のやつですね。 まあ最新版のやつ見ていただければいいと思うんですけど、最新版のやつですね、それのですね、ここをもっと見るですね、動画解説案にえ加入方法、9番、九番が加入方法ですね、この三菱 UFJ 銀行の松戸支店に、社団法人マイ,マイナンバー法第三者認証機構に、ひと月、1万800円ですけども、お月謝を払っていただくことによって、 えー、いつから、何日からでも入りますからね。はいそしてメールしてください。まあ、それでね、免許証のコピー、またはパスポートの,の写真を、スマホで写真を撮って、このメールですね、メールあてまで送ってください。そしたら、その日からご加入になってですね、えー、FX、ドルエ FX とか仮想通貨投資なんかをみんなでワイワイガイガイやってるということですね。その後は 未来の話について陰謀論関係ですね。陰謀論じゃないんだけどね。まあ本物なんだけどね。まあいいんだけど、まあそういうのの話を徐々にしていく予定です。それでは今回はね、これで終わらせていただきます。上がってきましたね。上がってきました。もうちょっと止められないですね。もうビットコインはね。65万、堂々クリアなんで70万いきますね。今週、来週でね。 それでは千葉県、えー、皆さんあビットコインのビットコインバブルに乗り遅れないで、えー、億万長者になりましょう千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました失礼いたします